はい、始まってますよ。待ってくださいね。今日もちょっといたずらバージョンで、今日は猫ちゃんバージョンでいきましょう。はい、それでは早速本日も人生に役立つ情報を配信していきます。今日のお題は頭を下げる謙虚さを若さという、こちらを今から読んでいきます。頭を下げる謙虚さをどれだけ持っているかに心の若さが反映されます。知らないことは知らないと正直に言え、教えてくださいと頭を下げる。こうした謙虚さがあれば人間の成長が止まることはありません。若いうちは謙虚でも年を取ると偉そうな態度を取ってしまう人がいます。こういう人は単に年を取ってしまっただけではなく、心まで年を取ってしまった人です。日々の謙虚を忘れてしまったため、つい自分が一番と考えてしまい、何も吸収しなくなってしまうのです。若い人は学習力があります。それはただ若いからというだけではなく、謙虚になっているから学習力があるのです。40代や50代の人でも若い人に負けないくらい謙虚な人がいます。そうした人は未だに謙虚に頭を下げることができ頭を下げることでいろいろなことを学んでいこうという姿勢を感じることができます。頭を下げる謙虚さを若さというのです。今日の格言、いろいろなことを吸収するために謙虚さを忘れないようにする。なるへそね。確かにね、謙虚さは絶対大事。傲慢になったら絶対ダメだね。はい、いくつになっても偉くなろうが何になろうが、謙虚さを忘れずにいつも腰低く、ペコペコとはまた違うけど、やっぱ傲慢な態度を取らないように気をつけたいですね。はい、今日も勉強になりました。本日もご覧いただきましてありがとうございます。それでは、ドローン。